はい、株式会社 K-PAC の北です。今回はですね、グルワーとはということで、こちらもトモソンと同様ですね、文字面だけではちょっと分かりにくいかと思うんで、簡単動画編ということで、動画を少し撮っておりますので、そちらも合わせてご確認ください。まあ、グルワーとはということなんですけど、グルワーとはパッケージ、まあ、いわゆる紙箱、化粧箱、式と呼ばれるものなんですけど、まあ、こちらの製造の最終工程で、製管と呼ばれる工程であります。まあ、厚紙に印刷して、打ち抜いた、まあ、そういった商品を製管機のラインを通して経線で折り曲げて糊で接着すると、まあ、こういったことをすることで紙箱になるように仕上げていくわけですね。そして、最後にベルトを通すことで糊の定着、圧着させるわけなんですけど、この定着を図って、その定着が出来上がった段階で完成と、まあ、そういったことになります。ただですね、まあ、最終工程なのでっていうことで、まあ、傷や糊貼り不良などを発生させないために微妙な調整が必要な、いわゆる難易度の高いと言われる工程に属するものだと思うんですけど、弊社ではですね、このグルワー機を3台有しておりまして、各々異なるタイプのサックマシンとなっております。まあ、箱の大きさとかですね、形状、まあ、そういったものによってですね、応じて使い分けて、多種に多岐にわたる箱のサックマシンをほぼ一発で貼れるように、生還できるように、まあ、そういった体制を整えております。と同時にですね、不良流出防止のためにもですね、常時カメラのセットをしておりまして、糊の付着不良もさることながら、場合によっては前工程までのですね、検討ずれ、そういった商品の発見をも可能にしております。ただ冒頭で最終工程なのでと申し上げたのはですね、やはり商品には納期というものが存在するんですけど、最終工程だからこそですね、納期に迫られて、納期は守らないといけないけれども仕事が逼迫していると、まあ、そういった状況というのが多々起こりうるわけなんですね。まあ、そういった混雑したような状態の中にあってもですね、やはりきっちりとカメラをつけて、不良の防止を徹底して、作業すると、まあ、こういったことが重要であるとともにですね、徹底してやっております。まあ、ちなみにですね、検査カメラはすべてシャープ製の糊付け検査装置を使用しております。持参数千枚から数万枚というスピードで流れてくる商品をですね、カメラで一枚一枚捉えて、糊付けの位置、糊量、糊なし、まあ、そういったものをですね、常時監視しております。まあ、不具合をですね、検知した場合は即座に休止、製管機への商品の供給ですね、まあ、そういったものをストップして、検知した画像を、そういったものを保存するようになっております。まあ、担当オペレーターはですね、保存された画像を確認して、前後を措置を施した後に、また作業を再開すると、まあ、こういった形を整えております。以上で、グルワーの解説を終わらせていただきます。